ハービー・ウィップルマンはアメリカ合衆国のプロレス関係者。1990年代初頭にヒールのマネージャーとして登場して以来 WWE に在籍。2000年代からはバックステージコーディネーターとなって舞台裏を支えている。少年時代の1979年、地元ペンシルベニアのサーカスにおけるレスリングショーにてリング撤去を手伝ったことが、 業界入りのきっかけだったという。各地のプロモーションでの活動を経て、1986年より、テネシー州メンフィスのクアに、ダウンタウンブルーノを名乗って登場。WWF に移籍した、ジミー・ハートの後継者的なキャラクターとなって、ヒール勢のマネージャーを担当し、クアのエースだった、ジェリー・ローラーとの交渉に臨んだ。その後、アラバマの CWF やクアの後継団体アスワを、 経て1991年に、ドクター・ハービー・ウィップルマンと改名して、WWF に登場。ザ・オー・ロード、シッド・ジャスティス、カマラ、ジャイアント・ゴンザレス、ミスター・ヒューズ、アダム・ボムなど、小柄な自分とは、対照的な巨漢選手を多く担当した。彼らのブレーンとなって活動する一方、自身もリングアナウンサーのハワード・フィンケルと構想し、 1995年1月9日にフィンケルを相手にタキシードマッチを行ったこともある。同年には女子プロレスラーのベルサフェイトの恋愛アングルも組まれた。マネージャー引退後は一時レフェリーに転身し、1999年9月26日のアンフォーギベンではジェフ・ジャレットとチャイナのインターコンチネンタ両座戦をさばいている。以降は、 舞台裏でのコーディネート業務に携わりつつ、時折、汚れ役として、番組内に出演。2000年1月31日の、ローイズ・ウォーでは助走して、ハービーななるニセ・ディーバに踏みし、ランバージェル・スノバニーマッチにて、ザ・キャットこと、ステーシー・カーターから、WWF 女子王座をダッシュ。男性初の女子王者となったが、試合後に正体を暴かれ、 リタやルナバションラ女子選手たちから袋叩きにあっている。翌2月1日収録のスマックダウンにてジャクリーンを相手に防衛戦を行うも17秒で敗退1日殿下で終わった。その後も WWE のバックステージで活動する一方、フルスメンフィスのインディー団体にダウンタウンブルーノの救命でスポット出場し、レフェリーやマネージャーを務めることがある。 2008年には、ジッチョレスリングウィズ・ザ・トゥルースを発表した。ハービー・ウィップルマンアズ、A マネージャーイン1994区は、CW 会、アスは WWF、WWE のブルックリン・ブローラーこと、スティーブ・ロンバルディは、マネージャーとしてのウィップルマンの過小評価ぶりにことを、唱えており、リングに立つだけで2万人を怒らせることができる男と、彼を表している。ありがとうございます。